まあ宮部君とね、せっかく知り合いだからね、はい、僕バンドやりますか、部屋にねギターだけあるんです、3台ぐらい。マジっすか、ね、宮部君とバンド組んでカオスを味わいたいですね。話す言葉も育った環境も違うのにさ、俺たち家族になるんだよ。彼女が電話で話したナディアさん。はじめまして、ナディアです。シーンが始まる前、セリフを忘れてないかとか確認してたり、その前の段階をすごく想像したりするんですけど、すごく普通に話しかけてくれるんですよね。その前に準備いらないの、私はいるんだよなとか思いながら。大変失礼いたしました。すごい楽しいお話、ありがとうございます。いろいろと、まあ、僕的にもこうあんま緊張 しなくていいんだよみたいな、多分こう思いもあってそういうことやってたんだと思うんですけど、まあ、そうですよね、考えたいですよね、もっとね、いろいろ。大変失礼いたしました。助かりました、はい、ありがとうございます。陶芸の練習は、まあ、時間的には大変でしたけど、でも やるのは楽しかったですね。あ、初挑戦でしたか。初めて、やりました。プライベートでもやってみようと思ったり。道具はね、全部揃ってうちに持って帰ってきたんですよ。そうなんですね。でもやろうとまだやってないんですけど。1年半大河ドラマをやらせていただいてまして、はい、10キロ役作りで太ったんですよ、はい、全然繋がってなくて、顔のこのむくみとか、はいはい、なかなか絞れなくて、はい、でもなんか、まあ、最終的にそれが結構いい感じのおっちゃん感みたいなのが出て意外と普通の人に見えたかなっていうので。おっちゃん感はないよ。そうですね、ちょっとあったんですよね。ないよ、僕の中の。去年一回キャンプに行って、はい、それがすっごい楽しかったので、はいはい、ちょっと今年もキャンプとか何回か挑戦できたらいいなと思ってますけど。いいですね。まあ、ミュージシャンとして、まあ、ソロでずっとやってきたんですけど、はい、バンドを始めたので、はい、バンドの一員としてあのロックしていきたいなっていう気持ちもありますね。バンドでのこれからの目標ってあるんですか。もうやっぱ世界で一番になることになってますね。あ、どういう感じなんですか。そうですね、カオスですね。カオス。まあ宮部君とね、せっかく知り合いだからね、はい、僕バンドやりますか。部屋にねギターだけあるんです、3台ぐらい。マジっすか、ね、宮部君とバンド組んでカオスを味わいたいですね。こいつちゃんも音楽活動すごいから。あ、あの3月ライブ来ます。この4人でバンド組みます。ファミリア。見てみたい。